チームメンバーが9人、黄色生まれ。あ、なんで皆さん、マジか。皆さん、出てっちゃいました。さすがにもう、マジかですね。本当に面白いですね。はい、KOZ こと、コズです。いやー、ついに、あさって、悟空の一番くじ、やりますね。ジオラマ。いやー、今から待ち遠しいんですけどね。いやー、ほんとね、もう、でも弾けるかな。予約してないからな。まあね、とりあえず、まあ、今日はね、その前夜祭っていうのもね、あれなんですけどね、自分が勝手に言ってるんですけどね、まあ、前夜祭ということで、ちょっとね、紹介しようと思います。まあ、ドラゴンボールなんでね、つながりということで、はい、こちらです。はい、フィギュアーズゼロ EX、魔人ブー。はい、こちらね、結構、以前からね、ドラゴンボール好きの方からね、出来がいいっていうね、評判だったものがね、まあ、今日になって届いたんですけどね、まあ、おまとめ配送にしたんでね、プレミアムバンダイの、はい、プレ版ですね、はい、これをね、ちょっとね、開封紹介していきたいと思います。はい、私ね、いつもね、これ開けるときはね、オタク開けっていう方法をやってます。どういう開け方って、こうひっくり返して裏面をね、裏面を普通にこうやってパカッとね、外すんですよ。これをオタク開けって言うんですよね。要はな、こっちのね、前面のテープをこうね、カッターで切ったりするより、箱が綺麗に残るっていうね、のもあるんですけどね。まあ、とりあえず、白い紙貼ってあるのはね、まあね、この白い紙脆いんだよね。まあ、どっちにしろこれは剥がすからいいんですけど。ビリビリと。はい。はい、ということでね、うわ、めっちゃかっこよく、なんかかっこいいよね、なんか。マジンブーってやたらなんかかっこいいな。出来がすごい良さそう。このにやけ顔もういっちゃってますね、これ、ね、いやーすーごい。いやーすごいね。原型でしょ。あ、リキッドストーン聞いたことありますね。じゃあね、とりあえずこれも開封しましょう。これもね、私オタク開けということでね、裏から開けます。これはね、テープがね貼ってあるんで、これはさすがにカッターで切っていきます。切れ味はある。はい、ということでね、超テープ切り終わったんで、皆さんね、これ開けるとき、こうやって普通にこう真ん中からこうやってパカッて開ける人、がほとんどだと思うんですけど、ここを真ん中でね、こうやってグッて押してあげると、ちょうどね、ここの爪の部分がね、こう、折れ線が入っちゃうんですね。それが嫌だっていう人は、100均で売ってますけど、こういう小さいね、物差し、これありますんでね、これをまずここの間に挟みまして、それをね、ただこうクイッてね、回すだけで、こう簡単にね、簡単には取れない。簡単には取れないけど、こうね、まあ、こっち側もね、同じようにね、ちょっと、よし、はい、
そうするとね、ここに全く折れ目、折れ線がね、入らずにね、こうやって綺麗に開くことができます。はい。まあね、実践してみてください。本当だったらね、もっとね、簡単にパコっていけるんですけど、結構きつめにこう、食い込んでたみたいですね。はい。じゃあね、とりあえず、ついに、実物拝みましょう。はい。後ろ姿ですね。まずは、はい。いや、やば。いや、これすっげえ出来いいな、これ。いや、これちょっとやばいな、これ。よし。これもね、テープがついてるんで、まあ自分はね、ハサミじゃねえ、カッターでね、ピュッてやっちゃいますね。ピューってピューってね、はい、真ん中もないか角か、はい、大体ね、片側だけでパコってね開くんで、もう一個の方のテープは剥がしません。そうするとね、パカッとね、開きますんでね。あ、これも台座にくっついてる状態ですね。しいとしか言いようがないな、これ。マジンブー、どうですこの顔。いやー、すごいね、この不敵な笑み。いやー、すっごいなー。再現度がすごいわ。ちゃんとここら辺もシャドウ吹いててね、塗装もしっかりしてますね。いやー、すげえ。いやー、すごいなこれ。いや、マジンブーの最高傑作でしょ、これね。もういやー、これは驚いたね。すっげえオデレーだわ、これ。いやー、こう見るとすっげえな、これ。かっこいい。いや、マジでこれちょっとあれだな。マジンブーの本当、今まで出てきたやつの何倍もかっこいいな、これね。いや、これはね、本当、買いですよ、これ。まあ、プレ版だから、今も買えないか。まあ、多分、オークションにね、出回ってると思いますけどね。まあ、とりあえず、そうだね、飾るかちょっとね、フィギュアーツ 0EX はねちょっと別のところにね飾りを移したんでね、そこに一緒に飾りたいと思います。並べて飾ってみますか。はい
はい、見てわかる通りね、飾ってみました。まあ、ちょっとね奥行きが狭っ苦しいんでね、ちょっとあの後ろのキャラの台座にかぶっちゃってますけどね、スーパーサイジン4とブーがね、いや大きさは多分同じ大きさだから、そうするとやっぱブーってでけんだな、気がすんな。なんかバジンブーが一番出来がいい気がすんな。ベジータだけちょっとな。ちょっとこのね、M 字っぷりがちょっと激しいつうか、これちょっと後退しすぎでしょう。毛がね。ちょっと M 字にすりゃいいって問題じゃないと思うんだけど。これとこっちか、こっちを比べるとね、本当全然違いますよね。いやーちょっとこのベジータもう研究士誰よ、本当。ちょっと俺これはちょっと残念でならないんだよね、ベジータ。これはひどいよ。スーパーサイジンの方はね、正面向きの方がやっぱかっこいいよね、うん、オープニングバージョンだったせいだとね、なんか霜膨れな感じがしてね、あんま好きじゃないんですよね。なのでちょっとこう真正面からの方が絶対かっこいいと思うんですよね、この魔人ブーはね。ほんとどの角度から見てもやっぱ群を抜いて出来がいい、素晴らしい、はい、はい、ということでね、今回のね、開封動画は以上ということでね、なります。いやついに、あさって開催、ドラゴンボール一番くじのね、今度は何だろう、 SMSG?うん、スーパーマスタースターズジオラマです、うん、いやーほんとね、全種揃いたいけど、むしろ一回できるかどうかって感じだよね。いや俺なんかね、できそうな気がしないわ。予約分で完売とかなってそう。いやーそういうのがあるから怖いんだよな。多分ベジータ以上だと思うんだよね。いや引けるか、引きたいけど、まあ、とりあえずね、まあまあ日曜日、日曜日の夜には動画アップできたらできしますね。はい、まあ、引けなかったら弾けなかったら動画アップできないもんな。いやでもまあ結果報告としてまあ動画にはあげようかな。まあね、そんな感じで、やっていきたいと思います。はい、皆さんはねもう予約したんですかね。いやほんとしときゃよかったな。でもその時お金持ってなかったんだよな。あれで前金制ですからね。うん。まあ、とりあえず、頑張って、いろいろちょっとね、巡っていきますよ、ゲームセンターを。はい。まあね、日曜日、結果報告、楽しみに待っていてください。もしかしたらね、テーブルには何も乗っけずにね、実況するかもしれませんけどね。うん。
まあ、とりあえず、初めての人はね、チャンネル登録してお待ちください。はい、ということで、今回はね、フィギュアズゼロ EX の魔人ブーを開封ということでね、やってきました。はい、まあね、くだらない話にも付き合っていただき、ありがとうございます。ではこれにて